来賓祝辞、教育 YouTuber 配置。祝辞。卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。そして保護者の皆様、お子様のご卒業おめでとうございます。本来ならば、固い言葉を使って、しっかり、まとめるべきとこだとは思うのですが、何分慣れていないので、崩した言葉を多用させてください。ちょっといつものね、動画の感じになるかと思いますが、ここからはよろしくお願いします。ということで、改めてになりますが、みんな卒業おめでとうございます。この動画を撮ると決めたのも約1ヶ月前ぐらいになっているんですが、そこから何を話すかずっと考えていて、で昨日の夜もですね、まとまらずに、どうしようかな、何話そうかなって、なんか喋りたいことがいっぱい出てきちゃって、でまとまらずに寝不足で寝て、今早朝に撮ってるんですけども、早朝を迎えております。なので、いつも通り、編集も入れるつもりはないので、話が行ったり来たりとか、何が言いたかったんだみたいなね、感じになるかもしれませんが、ちょっと思うがまま喋ります。卒業生の皆さんに喋りたいことっていうのを。なので動画の尺もどうなるか分かんないし、どんな感じでまとまるかも分かんないんですけど、ぜひね、皆さんにとってこうなんか響いたことが一つでもあれば、それを持った状態で新しい場所、新しい学校だったりとか、新しく就職される方もいるでしょう。新しい場所に行って連れてってもらえたら嬉しく思います。ぜひ最後までお付き合いください。で、一番伝えたいこと、これだけは伝えようって思ったのが、私の動画をよく見てくれてたりとか、あとはツイッターとかでね、結構私の発言を見てくださっている方はご存知かもしれませんが、私は51対49という言葉をすごく大事にしています。いろいろこう数字でアイコンとか使うこともあるので、見たことある方もいるかもしれませんが、これの意味はですね、人生は 51% の幸福と 49% の不運でできている。つまり51が幸運です、いいこと、49が不運、嫌なことでできていると私は思っています。別にこれは厳密な数字が大事じゃないんです。別に90対10でもいいんです。でも何が大事かっていうと、いいことの方が絶対多くできてるぞって思ってます。私はですね、これまでの人生、特に10代の頃、結構辛い時期が長かったです。例えばいじめの問題だとか、妹が障害者なので、ちょっとそういった差別があったりとか、いろんなことがあったんですね。で、なんでこんなに俺の人生は嫌なことばっかり起こるんだろうって思ってました。でもいろんな人に出会って、いろんな人に話を聞いてもらって、話をしてもらって、その中で自分の考え方が徐々に徐々にこう変わっていき、そして新しく形成されていく中で、やっぱり自分の人生でいいことがあるとか、プラスのことをこう考えていないと、そこにアンテナが立たないんですよね。だから例えば100円玉が落ちてたとしても、視野を広く持ってなかったらそれを見つけることはできないんです。私空がすごい好きなんですけど、すごい綺麗な青空があっても、ずっと伏し目がちで下を向いてたら上の空に気づくことはできないんですよね。だから自分の人生は必ずいいことがある、なかなか現実になるまでというか、それにそうだな、やっぱそうだったよなって思うまでにはすごく時間がかかりましたけど、でも今でもそれを大事にしてます。だから YouTube をやっててもそうだし、プライベートでもそうですが、もう37年も生きてるので、嫌なこととか辛いことっていうのも当然あるわけです。ですけど、その時に必ず思うのは、これは51の幸運が来る前の前段階だと、49の不運を今耐えてるところだと。じゃあこの後に必ずいいことがあるから、自分の気持ちをちゃんとフラットなところに、やっぱ嫌なことがあると下に沈んでいくじゃないですか。でもそれを何とかして、ハッピーまでいかなくていいんですよ。気持ちがすげえ嫌なことがあるのに、俺の人生ハッピーだぜなんて、難しいですよね。でも必ずいいことが起こる。だからこう広い視野と落ち着いた心を、平常心を大事にして過ごしていこうって。そしてもうちょっとプラスするんだったら、
今しんどい時っていうのはやっぱりこうしんどい時ほど自分のスキルとかレベルを上げるチャンスなんですよね。少し話がそれるんですが、皆さん人間関係で悩むことって何かしら今まで人生であったと思います。そして申し訳ないんですがこれからもあります。人の悩みの一番大きなところはおそらく人間関係です、私が思うには。でその中で人間の本性、本性って言い方もあれですけどね、人間ってやっぱりこういい人の仮面はいくらでも被ることができるので、本性っていうのはその人自身が辛い時だとか自分自身が辛い時に現れると思っています。だからもし皆さんが今すごく辛い状況にあったら、その時に周りの人がどういった発言、まあね、助けてくれるとこまでいかなくてもいいんですけど、どういった言葉とか、言動をみんなに対してしてくるのかっていうところで、人間の本性が見えると思います。だからみんな自身も自分が辛い時だからこそ、私はよく思うのは自分が辛い時だからこそ感謝の気持ちと人への優しさというか思いやりの気持ちを忘れちゃいかんって、辛い時だからこそそれをするんだ、調子がいい時はみんなできんだからって思ってます。そういった気持ちになるとそれをちゃいましたけど、まずはみんなの人生が今、幸運の方なのか不運な方なのか、どっちの波に来てるかは分からないです。それは様々でしょう。でも必ず今不運な時、辛い時が長く続いている方でも上に上がる時は来ます。でも上が上に上がるんだって、幸運な時は来るんだって信じてないと、そこに気づくこととか掴み取ることはできないです。気づく前にまた落ちてしまいます。なのでそういった考え方っていうのをぜひ思っといていただけると嬉しいです。そしてもう一つ、皆さんはこれから進学したりとか就職していく方もいると思うんですが、多分中高生が多いかと思うので進学していく方が多いかと思います。でその皆さんに伝えたいのは、皆さんの人生の主役は自分自身です、あなた自身です。それだけは強く強く覚えておいてください。どうしても人はいっぱいいっぱいになったりとか、しんどいことが続くと価値基準、評価基準が周りに行きます。周りがどう思ってるのか、周りによく思われなきゃとか、いや大事な観点かとは思います。ですけどそれだけになっちゃいけません。みんな自身の人生です、みんなが主役の人生です。誰かのために生きることがあなた自身になるんだったらそれでいいです。私もその節はあります。でもそっちだけに寄っちゃうと自分が分からなくなります。それはすごく辛い。だからみんなが例えば今夢とか目標なくてもいいんです、そのない人の方が多いんだから。けど夢というか興味、何かこれ面白そうだなって、なんかちょっとやってみたいかもって興味を持った時に、ぜひ皆さんその興味を大事にしてください。人間の興味っていうのは簡単に消えてしまいます。すぐなくなっちゃうんだあいつら。一晩とか二晩寝てしまったらまあいっかとかなっちゃうんです。だから何かのきっかけ、友達の話かテレビか YouTube か本かわからないですけど、何かのタイミングで興味を持った時にはその興味を大事にしてください。まず一つでいいんで行動を起こしてください。そうやって行動を起こす、より調べてみる、そしたら違ったなってのは違ったでいいんです。また違う興味を見つけるまで待てばいい。でも人の興味っていうのはすごく大事なので、一回一回思った興味とか自分の思いとかっていうのをすごく大事にしてあげてください。という感じでグダグダとなりましたが、ここまで思いを伝えさせていただきました。最後に、これは私の願うことなんですが、私は人にいろんなことをもらってきました。中学の時にはいろんなことありましたけど、でも振り返ったら別にみんながみんな、私いじめを受けてて、で全員に嫌われてると思ってました。でも卒業してから気づいたんです。みんながみんなじゃねえって、そもそも興味ない人もいっぱいいますし、でもよく見たら、よく振り返ったら、気をかけてくれてるというか、思いやってくれるやつもいたりして、でそっから高校で私は恩師に出会って、大学に行っていい友に出会ったりとか、親友に出会ったりとか、社会人のいい先輩に出会ったりとか、そこから私は営業マンって言ってたんですけど、営業マンでいい先輩と、今でも第3の父親だと思っている、第2の父親が恩師なんですけど、第3の父親がそこの所長なんです。所長と出会ったりとか、塾講師始めてたくさんの素敵な生徒に出会ったりとか、そして YouTube を始めて、もうみんなの俺は顔は見てないけども、
すごいたくさんの方から支えてもらって、この10年間俺のクソみたいだその10代だった時期を、あの時期も悪くなかったなって、いろんな経験してよかったなって思わせてくれるみんなと出会うことができました。なので今みんながどんな状況かわからないですけど、私はたくさんもらってきたので今度は与える側だと思ってます。まあ年も年だからね、それもあるんですけど、だからみんなもしもうすでにね、いろんな方にいろんなことを与えてます。みんなは、みんなが思ってる以上にみんなの存在に救われてる方はいるんだよ。気づいてないだけで、だって俺がそうだもん。少なくともきっとこの動画を見てくれてる人は、きっと俺の動画を見てくれて、まあもしかしたらコメントをくれてた人とかもいるかもしれん。で、思いでいっぱいこう動画を使ってくれてる人もいるかもしれん。みんなの存在で俺は救われてきた、間違いなく。だから一人はいるんよ、ここにね。でも一人だけじゃない、みんなの周りにも必ずいる、必ずいるし、これからもそんな人と、みんなに救われる人がいっぱい出てくる。だから、受け取る側からみんなが何かを与える側、今は無意識に与えてるかもしれないけど、何かを与えていくんだ。与えていくためには自分に何が必要なのかって、人に何かを与えるには必ず自分には痛みだったり苦しみっていうか、頑張らなきゃいけないことが出てきます。でもそれを乗り越えた先には、みんなは必ず与える側の人になっていく。そしてみんなが誰かに何かを与えて、そして与えられた人がまた与えてっていう、そういういい連鎖ができたら、俺はすげえ素敵な世の中になると思うし、みんな自身のこう幸せ度、幸福度も高い状態になると思うんですよね。なのでこれは私のね、本当一方的な願望ではあるんですが、ぜひ皆さんが自分の興味を大事にして、自分らしくを探して、自分らしくを見つけて、そしてそれを身近な人に何かプラスのものを、大きなものじゃなくていいんだよ、もうめちゃくちゃお前を幸せにしてやるとか、そこまでいかなくていい。でもみんなの話を聞くだけでも何か人生が豊かになる人いっぱいいるから、そうやって周りにプラスの影響を与えられる人になっていってもらえたらと思います。はい、ということで、まとまりない話になってしまったんですが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。そして改めてになりますが、ご卒業本当におめでとうございます。新しい場所でみんなが少しでも多くの、一つでも多くの笑顔にあふれた人生を送れることを心より願っております。ということで以上ハイチでした。最後にこの中を見ていただけたらと思います。台本はないんだけどね。はい、ということでこれが私からのメッセージです。ちょっと映り悪かったら映像で出します。ということで卒業おめでとう、またね、バイバイ。